西名関を4月10日から1944年11月20日は日本の海軍軍人。海兵71機。太平洋戦争の末期、人間魚雷、海天を草案するとともに自らも出撃して戦死した。最終階級は海軍少佐。西名が黒木と共に草案した海天、西名の海天により撃沈された米油焦げ缶。 ミシシネは1923年4月10日に、滋賀県大津市で生まれる。その後大阪府へ転居し、大阪府女子市範附属小学校を卒業後に、大阪府立天皇寺中学校を4年で修了し、海軍兵学校へ入学する。地理学や、核訓練などに才能を、どうなく発揮し、1942年11月14日に、優秀な成績で卒業。 当時の海軍兵学校校長は、井上鳴海海軍中将。卒業式には、高松宮信人新郎が出席した。西名は11月15日府で、少位候補生。同日府で、長戸型戦艦一番艦、長戸乗組。上艦実習を開始する。1943年1月15日府で、西名は随宝型航空母艦一番艦。 随法配属。修理を終えた。随法はトラック白地に進出し、随法航空隊は3月3日のビスマルク海海戦に参加した。さらに実習を重ね、同年6月1日府で海軍少尉任官。同日府で海軍潜水学校の普通科学生として採用される。同年10月15日付で第一艦隊司令部付兼県れ海軍交渉府。 特殊選考艇、公表的の公衆員として着任。この時に、後に共同で、人間魚雷を草案することになる、黒木博士隊と知り合う。公表的の登場員だった黒木は、西名と共に軍令部や軍務局に対して、人間魚雷の原型を検討し、軍令部や軍務局の要員を歴報しては進言。黒木は自ら中央へ請願を行ったが、 1943年12月28日に、長野治美軍令部総長から、それは遺憾なと即日却下された。当時の日本は、戦局の悪化が著しく、マーシャル諸島疾患やドラッグ島空襲などで、日本軍の損害も増加する一方だったことから、1944年2月26日、ついに海軍交渉魚雷実験部に対して黒き、黒木、 西名両社が考案した人間魚雷の試作を命じたが、上院の脱出装置がないのでは採用しないとの条件が付された。それでも、黒木、西名両社はその条件を受け入れたことで試作は続行された。3月15日府で海軍注意に昇進。同年4月には試作された人間魚雷に6の仮名称が付き、管制本部では担当主務部を定めて、 特殊緊急実験が開始された。こうして、同年7月に試作機が完成し、即刻大入島発射場で試験が行われたが、条件としてついた、乗員の脱出装置が未完成だったために、装備されなかったほか、試験終了後に兵器として採用するために、新たな問題点がいくつか上がったが、これらの課題は、結局終戦まで未解決のまま。 すなわち発信すれば生還不可能、必死必殺の特攻兵器となった。同年7月10日府で、西名中尉は第一特別基地台夫となる。8月1日、開店は、与内三政海軍大臣によって、正式に日本軍の兵器として採用され、黒木、西名両者の考案は、最終的に認められたこととなった。 1944年8月15日、大森千太郎特攻部長は、この兵器を使用するべきか否かを判断する時期だと発言、明治維新の鮮明からこの兵器を、開店と命名した。そして同年9月1日、山口県大津島に、黒木、西名と、板倉光場少佐が中心となって、開店基地が開設され、全国から志願で集まった。 搭乗員で9月5日から本格的な訓練が開始された。これが開店特攻の始まりである。しかし、9月7日早朝に黒木が殉職すると西名を含めた搭乗員は黒木に続けと言わんばかりに昼の猛訓練と夜の研究会で操縦技術の習得に努め技術を習得できたものから順次出撃していくこととなった。 同年10月下旬、豊田添村合艦隊司令長官から、回転による特攻作戦命令へ、原作戦が発令され、特別攻撃隊は、菊水隊と命名された。西名も総案者の一人として、菊水隊員に選ばれ、黒木の意思を継ぐために出撃直前まで、熱心に、回転の研究、改良に努めていた。同年11月8日に、西名は、 菊水隊として、黒木の遺骨を持って、ウルシー干渉へ向けて、出発、同年11月20日午前3時50分に、発進し、午前5時過ぎに、黒木の遺骨を抱いたまま米輸送艦、ミシシネワへ、特攻、戦死した。21歳没。ミシシネワは、当時の最新鋭大型タンカーで、アメリカ側の戦死者は63名だった。12月1日付で、 海軍隊へ昇進予定だった。その後、海天隊戦死者は改めて二階級新級、西名も海軍少佐となった。ありがとうございます。